さて、それでは8月の6日木曜日、中野ティルフ、ヤタガラス AOC 初級、中級、上級レベル分け交流大会始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日は15名参加していただきました。はい、では初級から初級が3名、中級が、5名、上級が7名となっております。はい、じゃあ初級から、エアニ君の下本大木信夫ひな手を挙げて、はい、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあ奥で 1P 側がエアニ君、 2P 側が大木信夫、4ボタンが攻撃ボタン、ボックスで、ボックスの ABCD で上風呂下風呂。ごめん、フリップになってねえわ。ごめん、フリップになってない。よいしょ。これとこれだ。後ろため前パンチは基本的に、空中ってこと、ジャンプ移行、ジャンプ移行中にパンチボタンみたいな。はい、じゃあスタートし始めていきましょう。さあ、ひなはもうちょい右、それ、あ、左、それそれそれ。まあどっちでも好きな方にいいんじゃないかな。そっちかな、使いやすいのは。おっさん消したな。うざいとか言うなよ、うざいと言うなよ。お前、公式ではで一部の人には伝説の英雄みたいな感じで書かれてたよ。さあ、壊し壊し、さあ壊し壊し、後ろ前ため、後ろため前パンチが基本です。壊し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 、前パンチが弱、前パンチ飛び込んでいく。さあ、あとそうすらキャンセルできるんで、すらからそれでもいい。そうそう、投げは AB ボタンと弱パンとパンと5パン、弱パンと弱キックね。左2つです。さあ、エアニ君は新コエン算が非常に強いので、その新コエン算、そう、それで相手のカードを崩していきましょう。いいぞ。さあ、垂直から進行演算出しても結構強いです。さあ、ガードは割れる。ちなみにこのキャラ2人とも垂直ジャンプ大キック非常に強いので、いいよ。さあ、上風呂してからコパンや投げとかで切り返すのがわりかしやりやすい。さあ、投げる、進行演算投げる。ちなみに弱パンと強パン同乗してリープになります。さあ、レッツギ、あ、台車通りますよ。さあ、レッツギは下段です。さあ、最後は超ヒーブッパー、一本取るのはエアニ君。おお、お、商品にいただきました。これは優勝商品、わかりました。さあ、モンドさんからお好みセット、そう、だがしかしっぽい。あー、懐かしい。あ、じゃあ3箇所でいけそうです、ね、了解です、わかりました。わしこばん。さあ、防御さん、それガードされさ、ガードされても有利。それどんどんやってこ。さあ、いいタイク、わし。さあ、小足台足遊戯さんとかでもガードされても比較的無理がない。ちなみに台足もキャンセルできるし、立ち台もキャンセルできる。あれ、めくり中断。さあ、あれ、誰も見えない、誰も見えない。あれはもうなんかしゃがんでる方が悪いレベル。そうね、え、すら、あ、すらやべえと思ったらすらキャンセルできるんだよね。おお、マジ、おお、マジかみたいな。すらはね、しっかりゲランだからね。
なかなかいないよね。ねえ、お前ためながら前超えるんかーいみたいな。キャンセルかかるのは熱い。さあ進行演算で体育をずらしてくる。これは表から裏に行って投げる。さあチクチク。さあこれは日向側が有利。さあまだ生きているが、さあ進行演算と崩したいが、日向側ど、日向側ねえや、下川どうする。最後は垂直ジャンプ大キック。勝ったのは大木信夫。我々はシビルサバンド。歌の力？まあ確かにあれだからね。あれだからね、あの歌ね、オープニングテーマを歌ってるからね。ちげえよ。ひなの声優さん。はい、じゃあ初級の決勝。大木信夫対120円玉。やべえやべえでしょ。やべえでしょ。120円玉さーん。聞こえてないな。まあ基本は。コンボは壊し壊し遊戯団ってあの前ためのパンチで突っ込むやつと、大足からキャンセル遊戯団と、あとなんだっけ、防御団がどっからか繋がるんだけどちょっと覚えてないな。あ、120円玉さん来た。はい、他に使う技ある。他に使う技、あの烈技団ってあんじゃん、あの後ろため前キック、あれ防御団でキャンセルできる。下段で行って、あのキャンセル防御団って出す。中段中段下段中段ってできる。あとね、コンボはね、しゃがみ B から遊戯山と、後ろ D から遊戯山と、しゃがみ C から B 列儀で C 防御だって。わかんないわかんない。そうそうそう、ダスト壊しダストと後ろ D ダストが基本。後ろ D 後ろ D、 それキャンセルかかる。強い。ナッシーさん、確かにナッシーは。さあ今すごいところ吸ったね今。じゃあこのゲーム、攻撃戻るまでしっかり、クライハンティー残ってるから、多分そこを吸ったんだと思う。さあスラからそうキャンセルかかる。ちなみにスラから防御団もできる。壊し団あるよ。それ防御団が当たったら、あの中段が当たったら壊し。めくってる。やばいよ、そのキャラやばいよ。満場一強い。さあただ昔は防御団の威力が半端なかったんだけど、バージョンアップでちょっとダメージが下がりました。3分の2ぐらいにね。ちなみにあの防御団当たった後、防御団いっぱい出そう。ノーマル、弱防御で弱防御。そう、もう一回、はい、もう一回、まだいける、まだいける、まだいける。いいぞ、それ餅つき込んね。はい、それ餅つき込んです。あ、基本的にはスラやりながらダストするゲームです。はい、ダスト。はい、ダスト。はい、ダスト。スラから、はい、からの壊し。あー、大足っていうか、3足はつながない。さあ勝ったのは大木信夫。まずは初級優勝です。おめでとうございます。じゃあ優勝コメント。ミュージシャンなんで、ミュージシャンなんで、それは強いっす。ミュージシャンなんで強いっす。もうコメントが意味不明すぎる。はい、じゃあ大木信夫は中級トーナメントに入ります。よいしょ。遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続きます。はい、じゃあ中級1個目、ゼロ回戦2つあるんで1個目いきます。俺と千秋さん、第一勝はグーじゃんけんぽい。千秋さんのひなと、オルルさんのこうですね。頑張ってください。ちなみにオルルさん、これひな相手は結構やりやすいんですか？どうですか？いや、知らないっす。じゃあ嫌ってことで。まあコウ君有利つくキャラは誰がいるのか分かんないレベルなんでしょうがないと思うんですけど、大パンチ、あの大パンチ調整ですね。おばん投げちゃう。あっ
あ、できてない、届かない、壊し壊し、暴れる、ぶっこんで、チロシ、ちょっとね、ひな側はやりづらい、ダストため打ちたいですね。さあ、もうこのね、ガン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 走っていく、この感じ。あー、レズキ当たる、大パンチ、ボーデズさん、さあ、こするときはね、あ、やっちゃった、あ、あ、ゲージも溜まっちゃう。さあ、一気に体力返されて、リープ大パンチ、ぶっこんで投げ返される、リープ壊し壊し、波動拳、あ、お互いブロッキング光ってましたね、勝利出ない、壊し壊し、あー、もう真空も出ないし、竜巻も出ない、さすが店員ですね、投げ、あー、最後ダスト当たって一本取ってくる、千秋さん、さあ、まだね、ゲージ有利だから、コウ君ゲージ有利だから、ダスト、さあ、突っ込んで投げて、壊し壊し、X 竜巻、この後ね、何も繋がんないのがコウ君ですね。ザ・リップからミスっちゃう、ザ・ボディス、ボディス向こう行っちゃいましたね、レジボディス立って食らう、君食らう、それちなみにあれめくってます、大パンチ、あ、オルさん、これ、あ、オルさん、あれ大丈夫、ゲージ勝ってる、ゲージ勝ってる、何で、あー、死んじゃう、あと5ドット、死ぬ、ボディスさん、さあ、もう一回ボディスさん来ると思いますので、やっぱり来ました、あれね、ガードしても半角ないっていうのがすごいですね、あー、ブロッキング取れない、あー、死んじゃった、最後ガードしてましたね、ブロッキングミスですか、勝ったのは、チアチさんですね、おめでとうございます。次どっち、こっち、大木信夫さんと、旦那さんですね、旦那さん、じゃあ旦那さんは1本取られたら負けで、旦那さんって言うと夫婦みたいだよね、遊んでいただきありがとうございました、戦いはまだまだ続く、誰のっていう、あれは臨床制限とかで終わると出てくる、え、今勝ってない、あ、そういうこと、ランナーに乗ったり、だな、ライン、ヒナとアズルですね。だ、昨日ね、対戦相手のこのアズルってキャラはね、結構香ばしいキャラなんで、まあ君のキャラも香ばしいんですけど。これ、ね、知らないとね、結構きついですよ。いや、クジネップ、これね、これガードされて半額ないっす。今の蹴りね。弾はね、ブロッキングしましょう。ガードしながらブロッキングできるんで。さあ、出すと無影脚、無影脚、大パンチ返す、あ、ブロニング取れない、大パンチ引っ張って、ダスト、あ、でもダメージ返せた、ブロニング取れない、さまじ、無影脚、無影脚、あ、ガードゲージ真っ赤っか、大パンチ、ダストで止める、ダスト、無影脚、大パンチタンクできない、投げられて、波動拳、あ、バレちゃった、打ったさまじから痛いコンボ、あれガクラです、投げて、さあ、まだ固める固める、あれはブロッキング取るしかないです、ブロッキング取るしかない、あれガード割れる技、大丈夫、ゲージ勝ってるから、ボーディス、EX ボーディスだ、困ったらそれに頼るんだ、さあ、それ空中で波動拳を打ってくるんですね、このキャラ、よく分かんないキャラです、ここは繋がらない、無影脚、逆襲リップ、しかし無影脚、あー、ガードゲージね、真っ赤ですね、そう、このゲームね、結構ガードしてるとすぐ真っ赤になっちゃうんで、無影脚、何失敗、スライディング、スラッシュで、あーっと、ブロッキングできない、無影脚、これピヨピヨピヨ、最後は、これ EX 無影ですね、勝ったのはこれ誰、旦那さんですね、おめでとうございます。次、千秋さんとモンドさん、モンドさん、北斗の拳やってる場合じゃないっすよ、遊んでいただきありがとうございます、大丈夫大丈夫、だ、気持ち中級だから、気持ち中級だから君、ひな対術ですね、まあ、これ、術丸どうやって勝つのかよく分かんないっすけど、頑張ってください、
これね、しゃがみダイバーの方が絶対ね、これ外から刺されそうな気するんですけど、これ大丈夫なんですかね。おしそう、なんか脱出ミスでボーディスガードできない。しゃがみダイバー打ちながらね、ちょっとガードしたいんですけど、これもう見てください、ゲージがね、全然半分以上ですね。あと動かない、よくあるよくある、ジェゼマルよくあるですね。なんですかって、チワシさあ、リープガードできない。なんですかって、リープリープから繋がらない。ボーディスなんかブロックしてた。ダイバチチワシチワシ背後に繋がらないで、さあ、チワシから暴れて一本取るのチワシさん。大丈夫、ゲージ勝ってるから。さあ、レッツギボーディス切り返す、ダイキック、あっと下振り取って手組んでいかない。5番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 からしゃがみダイバーに繋げたいですね。ここはプロジェクトして、はいほいはい、飛び攻め、壊し、なでリープ、さあ、テツノですね、テツノスの EX でいきましょう。レッツギーガードできない、ボーディスガードしたから半角ナイス、コシコシ出すと、さあ EX リープ立てない。あーっと今のめくってかつ中断ですね。素晴らしい技です。勝ったのはチワチさんですね。次橋本さんと旦那さん、橋本さんのシモっていうのは、これシモとシモ勝てたんですかね。これ結構好きです、そういうの。遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続きます。スクムタアズール。まあこれお互いがね、一回降下したらそのまま殺せるっていう、まあなんかヤタガラスなんで。シンゴエンザムイジェグ大パンチカードで固める。さあ目ブロッチングできない、クブロ取って壊しユージさん、シンゴエンザスカル大陸ユージさん、あっとブロッカーした、何も入んない。ムイジェグムイジェグブロッチングできない、ムイジェグ。さあやっぱね、最初は無栄着ですね、やっぱり。あ、なんかそれっぽいコンボ、 EX 無栄で暴れる。うわーっとこれガードブレイク挟めながら失敗しましたね。さあちょっとゲージきついが、無栄着抱きかかって逆ジレップ。さあもうここまで来たら弾を使って、あ大丈夫、暴れない。さあ最後 EX 進行演奏、あれね、横にグワーッと伸びるんですね。しかも下着まで見えますね。はい、一本取ったな橋本さん、無栄着。さあ無栄着、ブロッチングできねえだろうみたいな感じでガンガン打っていく、このスタイルいいですね。無栄着さあ固めていく。さあもうね、ガードゲージ回復しづらいんでね、このゲーム切り返しがないキャラは、あーっと割れちゃう、割れたけどその後繋がらない。逆口レップちゃんとブロッチングしたからその後ミスっちゃう、体育でない横持ち保証。さあ無栄着ね、上までカバーしてるのは強いですね。しかしまたも失敗、無栄着ブロイングできない。さあガードゲージ真っ赤、進化やんぞ、あ割れる割れよ。さあ割れて無栄着その後繋がらない。逆ジレップ固めて、さあっとブロッチングできたわ、ちょっと安かったか、逆ジレップ、あーピヨットだ、しょうがない。さあ、変態これね、旦那さんね、旦那さん1本取り返しました。さあやっぱね、分かりづらいっていうのは武器ではあるので、ガン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 飛んでくる、シンゴエンさん無理着。さあもう弾をね、どうにかして処理して、シンゴエンさんしっかり読んでる弾、 EX の無理着で暴れて、コパンダイパンターゲット、しかし無理着さっと、そうあれ耐えたんで2回で進むんすね。シンゴエンさん、さあ X 名読んでたが残念、それもガードさせて半角ないです。あれ見たから飛べます、お待ちましょう、ゲージ溜めて、さあ溜めて固めて、あーっとガードブレイクブロッキングしたが、まだいける、あるシモならある、あ
あーとブロッキングミスってしまい変わったのは旦那さんですね。三決やっいいか、次しあちさんと、旦那さんですね。平田やずる、ね、やっぱね、このゲーム刀ですね、はい、刀、日本刀がやっぱ強いです。旦那さんね、あれですね、あの SE1 強化じゃなくて2強化なんですね。2強化にすると安定が止めないとかあるのかね。ちょっとその辺よく知らないです。アズルにそこまで興味ないです。逆襲リップ、弾ばらまいてく、上逆、逆襲リップ、そう、今ね発想書ないんですね、あの弾に。前は昔あったんですよね、最強キャラでしたね。逆襲リップ、弾ブロッ、おっと体育ブロって、あー美味しかったけれど、その後繋がんない。無影弱ターゲット、無影弱投げる、なんかコパを吸った感じでしたかね。 EX ボーチで突っ込んだのは当たらない。弾ばらまいて、さあ弾ばらまいていく、しかし無影弱、あの先端から無影まで当たるのやっぱ強いですね。無影弱、さあリープ、リープガードしたか、その後がきついか、さっとまだあるぞこれ。ひら、あーっとコンボミス、めくってリープ、まあ、ひなが、そう、ためらんないですね。ブロッキング取ったが、立ってブロッキングしちゃってましたね。中出し刺さって一本取ったのは旦那さん。ただね、ゲージ有利なんでガンガン使っていきたいですね、ひなは。何で？何で？リープ、ガードして、コパンダイパン、そろそろピオリーチ、さあ、防術、逃げて、防術引っかかる、とコンボミスして、リープ、しっかりブロッキング、あーっと、ここで、すかし投げ超飛、ギリギリ死ぬ、投げ返して、大キック、さっと投げすかを大パンチで暴れて勝ったの、優勝、これ旦那さんですね、おめでとうございます。じゃあ、中級優勝、やったぜ、はい、ありがとうございました。ものすごいやったぜっていう感覚がね、あの見えました。ありがとうございました。で、優勝したのが旦那さんなんで、ここにあるのかな、もう上級始めていい、ありがとうございました。戦いはまだまだ続く、じゃあ上級始めていいの、岩さん対高級海産物さん、コウ君対ジェット君ですね。むしろジェット君っていうかジェットさんって呼びたいところですけども、やっぱね、コウ君きついと思うんですけど頑張ってください。やっぱね、道義の魔法の大パンチはジェット君に機能するかもしれないんで、あ、ブロッキングされた、ごめんごめん岩さん、ごめん。さあ、あれね、一金から多分何もできありますよ、まあ、ダットリーなんでね、投げて、さあ画面は必要合わせてもう一回投げる、大パンチ飛んでる、大足、さあこれジェット君ゲージための超速いです、大キック投げ抜け、さあブロカン、ブロカンしたが大パンチで終わっちゃった。さあ今度はブロカンさせない、勝利で暴れて、さあターゲット波動拳、そうコウ君の波動拳は速いんですね。ゲージ来た、あっ、おっと、ちゃんと見てる、まあ、そこでガードするわけねえと、大足2回暴れてるところにね、ジェット君の暴れに、しっかりさせた岩さん1本取ってく、だいぶ近くできない、勝利拳、さあゲージ溜めるジェット君、ジェットナックル、あっと空対空取られて投げ式、さあ中心に返せない、投げて、さあジェットのターン来るか、これ多分今の後ろに触ったのは昇竜警戒ですね。昇竜拳途中からガード遠いちゃう、3発なんですね彼の昇竜拳ね。おっと美味しい、
これ根元ダメージなんで昇竜拳切り返す。投げて、さっき見ましたねこれね、一本高中海産物取り返す。高中海産物ってことは伊勢エビあたりですかねこれ、ひょっとしてね。さあゲージに溜めたところ、ジェットラックル投げて、そう、コウ君何も広いよねこれ、カニパン。さあゲージ溜めていく。そう、コウ君ゲージ溜めを阻止しないと。あっ、あっ、あミスった。ショルゲン切り返す。さあターゲット、ショルゲン今度は読まれてる。さあ痛い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 、ショルゲンもう一回。さあ EX タスマチブロッキングして、ショルゲン、ショルゲンしてない。この投げ、これ多分ね、これ投げ無敵強いですね。勝ったのはこちらからさんです。読みづらい。次、あんた強いな。でも俺ほどじゃない。どうだろう、さあワンピー側が、もしやこれはインくんなのでは、インさん茶だ。さあツーピー側がイップさん黒、さあ茶だ黒。さあ 1P 側がインチャダ、 2P 側はイップクロー。さあ先日 TRF で切符を取ったインくん、さあ昇竜レッパー、ダメ足遠心置いといて、さあ動かしない、飛び込み通って投げる。さあここからセットプレイ、ダイヤシは逃げなかった、割れそうだ、割れた。さあちょっと届かない。さあノックバックがついてるので地味に近寄りづらいです。さあブロって投げは失敗、 EX 竜巻当たる、リップしっかりガード。ブロって削りは少しでも受けないようにする。さあ前を測ってとか、ザヤー、これダイヤ追撃。あー今のは最大入れたかった今ジャックスクージュをなら取れたのかな、ちょっと俺もよく分かんないけど、それから立ち台とかなのかな。さあ1本取るのは一本だから、ブロ投げうまい、駒投げはジャンプで逃げる、駒投げ。さあちょっと届いてなかったか。さあ遠心、遠心、しかしステップ投げでぶっ込んでいく、投げはジャンプ逃げ、パン。さあチャラ対策がしっかりきてれば、小足コパン、竜巻。さあ特殊技を見せて投げ暴れは許さない、駒投げ、何はともあれ駒投げ、ブロから壊し。さあ暴れていったものを潰す、処理出っ歯で少しでもダメージ取って上り台で投げを潰す。ああ、さあ突然の EX、 これを反応するのは難しい。勝ったのは一袋。はい、あれ岩さんと高級海産物さんどっち勝った？ジェット。はい。じゃ次ウルジカさんの小太郎と鈴木裕太さんのエイジャ。エイジャ。はい。遊んでいただきありがとうございます。小太郎エイジャですね。多分この組み合わせもあんまり見ないと思うんですけど、なんかあれだよね、小太郎エイジャって最下位決定戦みたいな感じ。まあそう。だよね。どっちですか、やっぱコタロの方が好きですか？コタロの方が好きかもしれない。このかもしれないってあたり誰も使ってない感がいいですよね、コタロ。お互いね、レアキャラなんで、あの対策の仕様がないんじゃないかって感じですけど、お互い頑張ってください。さあブロって動かない、チラシ。さあコタロさんね、チラシ強いんですよ。さあ痛い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 、ちょいでちょいで投げて、さあ区内重ねる。そのエイジャさんね、大パンチ強いんですよ。さあっと先着。さあ痛い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 。さあ暴れ、あいいっすね、あのディレイで、ああいうのいいっすね、あの技の名前わかんないですけど、ブロテ届かない、壊し壊し壊し、大パンチ。
ザダメージブレイクできない。あ、これマジある？ある？ある？何で？ザある？これスタートディクトいけるよこれ。あ、そういうゲームじゃなかった。あ、あー、入れっぱに負けちゃった。しょうがない。じゃあ一本と弾続けるか。さあゲージもね、小太郎さんゲージないんでちょっときついけど、黒化して暗い、だからで牽制していく。これなんかきついっすね、これ。小太郎さんリープ当たんない。コパ投げて、投げ返す、投げられちゃう。リープ出して、さあなんか暴れてるっぽい。あっ、これ良くない技です。これ皆さん見ててください。これあ、トレーニングして、さあスタートジェクト、これ来た。これなんか小太郎が強い理由がこれって言われてるけど、あ、バトルでちゃう。調子投げかされる。あ、ダブル取ったが最後までブレンディングできない。ごめんなさい。さあまだある、いくつくらい固めて投げられる。あれ投げられるんですね。しっかり見えてた鈴木優太、勝ったのは鈴木優太ですね。次天宮さんと旦那さん、遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ強いです。さあですね、あの本戦の方ではですね、唯一一人小太郎が上がってきてないので、まあ、当日どなたが来るかもしれないということを言いまして、そういう時に限ってね、あの当日のキャラが優勝するとかよくあるよね。まあ、よくあるのか知らないですけど、ナズル対これ半蔵、実はお互い忍者です。弾打ってブラッキング投げる、こうしてブラッキング逆手リップ、さあ向いていく、固めていく、リップ大パンチ、さあ逆手、さあバックステ、そうバックステの性能がすごいんですね。さあなんかこれ対策っぽい、これ上脚コパンコパン、逆手リップ、さあ弾打っていく。そう、半蔵のね、あの前だけも結構強いです。ブロッキングして最大反撃、さあセットプレー投げられる、リープマス落とし、これコマナデですね。一本取ったのは天宮、さあゲージを溜めたところは無影力ブロッキングできない。弾ブロッキングして無影力、さあ差し返せない、僕も司法書投げてリープガードして、おっと EX の上手くて暴れる、いい暴れ、投げて腰から投げて投げ返す、さあゲージがない、おっとこれは EX のカード蹴りで、しっかり返して、さあセットプレー、あ失敗したっぽい、逆時レップ逆時レップ、さあきついか、最後前だけ引っかかって勝ったのは天宮さんですね。次高級海産物さん対イップさん、あ間違えた、遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続く。ジェット対クローですね。まあ僕はこれクローじゃないかなと思うんですけど、ジェットランクルスパンコパン調子、さあお互い垂直でブロボタン光ってる、さあ超痛い、ダストダストじゃない、あれなんだっけ、名前が出てこない、ショートスイングブローだ。さあジェットゲージ溜める、あブロッカー、あこれ痛いやつ、これ痛いやつ、大パンチ、さあ中断、何しっかり投げ回避、ブロッキング、投げしっかり見てる、さあリープ中足から EX、 さあっといい感じでテイクアウトしたが反撃できなかったですね。しょうがない、
だゲージはお互い1本ずつ持ってるので、まあどっちかね、ぶっ込むか、まあぶっ込むのってジェットしかないんですけど、さあ差し返そうとしたら実はね、あのカニパン超強いです。あの差し返せないです、あれカニパン見ました、今の絶対当たってないよね。あっと今のうまいっすね、ダイヤシブロカン、しばしから EX リープ、リープ重ねる、投げてしばし、さっと垂直したか、しっかり読んで投げ返す、よしコパコパ、さあ竜巻当たって勝ったのはイップサンス、おめでとうございます。え、次鈴木優太さんと山宮さん、もう少しまとめに話し合えるようになってください。あ、これね、イップさんに負けられると、あの僕が弱いみたいなんで、イップさん頑張ってくださいね。遊んでいただきありがとうございました。えいじゃあ対半蔵っすね、次さあこれエイジャハンゾー、エイジャクソきついと思うんですけど、どうなんでしょうね、これお互いが1個、やっぱこれもレアキャラ同士なんで、あなんかね、あの大パンチにね、あの多分ほやく隠るんですよね、これチワシ、さあチワシリープで、さあ投げる、そうですね、やっぱりエイジャ戦はですね、あの後暴れるか、もう一回あの発生が出せるんですね、エイジャ側は。でそこをガードするかどうかの読み合いですね。投げてリープしっかりガード、ちなみにですね、これ半蔵さん、しゃがみモーションです、これしゃがんでます、しゃがんでないように見えますが、しゃがんでます、これチワシ差し返して、ほやく打ち攻め、さあ裏読んでる、さあブロッキング、ディープ、ディープからしっかり3発取っていく、チワシまず落とし、ギリ残ってスライディング、さあゲージは発動しない、チワシさあっと最後チワシ差し込んでいく、やっぱチワシ強いですね。大パンチ、さあゲージないか、あーゲージ溜まっちゃった、投げてディープ、コパン、コパン、あのコパンなんかガードさせて4グリぐらい余裕らしいっす、チアシしっかり確認して、さあ EX 暴れてく、 EX 名前わかんないっす、あれちょっと誰だ名前教えて、あれチアシおじさん大パンチ、さあちょっと半蔵側ゲージ溜めたいか、チアシあゲージ溜まっちゃった、あまだある、チワシしっかり確認してしゃがんでるんで超痛いですね。勝ったのは天宮さんですね。3位決定戦やります。誰、高級海産物さん対、鈴木優太さん、三決、鈴木優太さん対高級海産物さん、戦いはまだまだ続く。ジェット対エイジャですよ。これもなんかエイジャきつそうですけど大丈夫ですかね。エイジャがきつくない相手誰っていうのちょっと探すのは難しい話なんですけど、特にね、長いリーチを持った長兵を持ってるキャラで、ね、多分エイジャさん結構きついはずなので、あブロカン、これ美味しい、開幕3秒から超美味しい、投げて体力4割、やっぱじゃ暴れる、大パンチ、さあリープ立ってるけど投げ、さあディエガラの立ち投げ、さあ超ダメージ取っていく、これがジェット、これは気持ちいいですね、これしばし大パンチ、大パンチ、さあちょっとジェットゲージ溜めたいか、ゲージ使っちゃう、さあカニパン投げて、おーっとここ投げ読みのあれ何でしたっけ、ショートスイングですね、まああれね、あれ強いっす、あれ強いっす、バックステの距離も半端じゃないので基本的にもうあれ超強いっす、例外はないです。さあブロッキングして、さあ体力4割取ってく、ポシポシしっかり裏見てる、
さあ垂直で牽制していきたいエイジャー大パンチ。さあもうここで別にワンミスされてもエイジャーが体力許してるんで大パンチ、コシコシ重ねて投げて、さあ投げ一発つけんない、コシコシからしっかり連続技つないで一本取り返す。さあゲージね、これエイジャーさん有利ですよ。スライディング突っ込んでいく、大パンチ牽制、スライディング、さあちょっと発動していきたいのか、まあ、発動させねえよと言わんばかりのこのしゃがみガンガードですね。さあ正直読んでたがこうして止まっちゃって EX 切り返していく、さあさあフライ読めない、ビュー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 、勝ったのはこれ誰だっけ、これ鈴木優太さんですね。3位おめでとうございます。あ、どうもありがとうございました。今週は全国大会ので、まあ、優勝目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。じゃあ決勝ですね、イップさん対天宮さん。さあもうじゃんけんまでしてくれてる進行に優しいこの2人ですね。黒対半蔵、コパンコパン、なんかあのコパン、コパンが、コパンが何、半蔵さんに意外と、いや全然機能してない、全然機能してない、投げコパン固める、固める、投げて大キック、大足チュワシ、コパンコパン、しかしラッと、もう割れそう、ガードが割れそう、君大足ブロッキングして、ブロッキングが実は早かった、中段見えない、中足からしっかり確認してる、砲薬からお攻め、勝利暴れてく、5発ヒットですね。リープ投げ、さあ大キック、中足ギリギリ当たんない、中足、中足、さあ一歩さんね、あの光ってます、光ってますよ、下段ブル光ってます、光りまくってます。さあこれジャスティンいけるんじゃないですか、これジャスティン、あそういうゲームじゃないですか、あ死んじゃう、一本取ってくる、一本さん、さあちょっとゲージ使わなかったのはね痛かったですね。さあ来撃、来撃しっかり刺さって、さあ開幕で3割ですね、しかしリープ来撃、しかしコパン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 、これ舐めプじゃないっす、別に舐めてないっす、奥さんは本気です。大キック、さあ X 突っ込んでく、あーこれキャンセルコマなんですね、あーシークル確認して、あ後ろ見えない、あザイク突っ込んでく、さあ差し返せない、しかしイクサスマキ、さあリープで暴れて、このゲームのリープはちょっと強いんですね、結構早い段階で空中判定になるんで、まあなんかああいう感じで上から覆いかぶせる感じでいけますね、半蔵から上から覆いかぶされる感じで、お後がよろしいようで、しかし来撃ザリープ数字が大キック、前だけ、あっと投げすかりに中足砲翼、さあ押し攻め、モゾ落とし、中足中足刺してく刺してく、リープ立ったが投げ抜けられない、これ読んでた、さあ落ちろからもう一回落としていく、さあ押し攻め、あこれ美味しい、さあそろそろやっぱり来た、大キック中足、さあさあ中足刺さると死ぬ、中足刺さると死ぬ、あさあ中足ブロッキングして、あ半額出ないっすね、イップさん
しかし、さあ刺していく、雷撃重なって、うー、弾打ってけんす。さあもう弾打てない、弾打てないし、弾打てない、弾打っちゃう、あーっと最後なんか多分後ろに下がってね、距離取ろうとしたんですけれども、まあ中足長いんでね、勝ったのはイクさん、優勝はイクさんです、おめでとうございます。黙ってたから、はい、じゃあ俺から俺から、せっかくなので、ああちょっと残念でした。惜しかったかな。はい。まあ、運ゲーでした。運ゲーでしたね。ありがとうございます。戦いは。まあ今日の大会みたいにちょっと全国大会優勝できるように頑張りたいと思います。応援してます。はい、じゃあ締めどうするのこれ。オレルさん終わったけど、オレルさんがいないんだけど、仕事放置しないでください。どうに、じゃあ今日何日ですか。8月の何日かの、ヤタガラス、6日のヤタガラス大会終わります。これオルルさん、オルルさん、はい、締め、はい、ありがとうございます。どこまで行った感じ。もう優勝決まり、優勝決まり、一夫さんの優勝と。はい、というわけで、8月の6日木曜日にアカンテレフヤタガラス交流大会は、本日は初級が、大野木信夫、中級が旦那さん、上級が、一夫さんの優勝となりました。改めておめでとうございます。はい、というわけで、ヤタガラス交流大会は毎週木曜日の20時から行っております。こちら初級が無料、中級が100円、上級が100円となっておりますので、興味ある方はぜひ参加してみてください。マジ無料ってマジ、なんと、あ、 TRF に来るだけでちょっと暑さを、そう、我慢するだけで無料できる。マジかよ。マジマジマジ、大丈夫、あの大丈夫、あの扇風機あるからね、ややマシです、ややマシです、やや、はい。で、8月の9日日曜日には、ヤタガラス公式全国大会公文のランの方もありますので、こちらの方もよろしくお願いします。また当日予選、あります。はい、ですのでまだね、予選取れてねえからなっていう人もなんと取れるかもしれない。待ってください、設定今まだ変えれないんで、ちょっと待ってください、申し訳ない。はい、というわけでこちらの方もよろしくお願いします。公式ホームページの方に、飲み会とか前夜祭とか、いろいろ、告知の方も載ってますので、詳しくは公式ホームページの方をご確認ください。それでは本日の大会はここにて終了、お疲れ様でした、ありがとうございます。